どうもー、はい、ここはお台場でございます。いやー、今ですね、運転乗ってたんですけど、トルクがやっぱね、僕の車より下のトルクがあるなっていう感じですね。うん、よかった。まあお礼として僕ちょっと夕食をおごってあげようかなって、一緒に食べてね。うん、まああのタクシー代ということで、はい。まああの東京に来て車を持ってる場合はお台場しかない。もうお台場しかね、やっぱね、でかい駐車場があって飯食えるところって東京はねないんすよ。お台場ぐらいしか、うん、お台場ぐらいしかない、はい。だからお台場に来ました。お台場に、はい。だからまあ僕もなんか東京で飯食う場合はお台場ですね、完全で。ここのワンちゃんに来てます。ワンちゃんに、はい、ワンちゃん行きます、はい。お台場はですね、その深夜になると結構11時までのところが多くて、ここはまあ深夜2時か1時ぐらいまでやってるのかな。乾杯を、男の乾杯をしたいと思います。いきます。乾杯。ノンアルコール。ノンアルコールでございます。まあ今日花金ということで、結構ねめっちゃ入ってますよ。うるさ、うん。まあサラリーマンが多いですね、はい。あグッジョブですね、はい。ということで美味しく食べていきたいと思います。以上です。え、これボタンが白いんですか？そう、ボタンが白い。これはちょっとね、回転ね、本体はゴールドだけど、ゴールドで白なんだけど、ここのカバーが黒。あ、黒なんだ。そういうこと。あ、黒なんですね。まあそんな感じ。へー。そのあのね、さっきコーチングの話が出たやん。はいはい。で、それで思い出して、あの一回俺ね、 YouTube のその塾を売ったことがあって、はい、一昨年かな、去年か、売ったことがあって、はい、それで特典にそのコンサルつけますよというのをつけたの、はい、特別に。で、塾入っていただいたら、まあ、コンサルつけますよみたいな。で、あのどこでも行きますみたいな、うんうん、あ、吉谷さん、そうそう、はい、もう特別に直接会いに行って、はい、どこでも行きます、全国どこでも行きますみたいな、はいはいはい、言っちゃったわけよ、はい。そしたら奈良の人が入ってくれて、はいはい、で奈良まで車で行ったわけ。マジですか？そう5、6、7時間ぐらい。結構かかったね。結構かかりますよね。で、奈良まで行くやん。はい。で、まあ、YouTube の塾やん。はい。で、YouTube の、まあ、そのトレンドを教える塾だったんだけど。あ、はいはい。だから、まあ、YouTube に興味ないと、まあ、そもそも入らんじゃん。高、はい、金額も高いから。はい、はい。で、最初じゃあ YouTube についてこう話してたのね。YouTube でどうやって稼いでいくのか、うんうん、じゃあこういうふうにやっていくのかっていう。で、質問ありませんかみたいな。で、全部質問聞いて全部潰してったの、はいはいはい、その YouTube に関することっていう、はいはいはい。で、それでもずっと聞いてたの、うんうん、他にないですかと。まあ僕本当奈良にね、こんな来ないし、うん、せっかくだから、せっかくなんで、うんうんうん、もうとりあえずもう聞けるとこまでもう何でもいいんで聞いてください、はいはい。もう他にないですか、はい、潰す、はい、他にないですか潰す、はい、他にないですか潰すっていうのをずっと繰り返して、はい。で、最終的に吉谷さんと話変わるんですけど、実は僕あの、まあ、その人40歳ぐらいだったのが年齢が、はい、40なんとかで、実はちょっと職場でそのコミュニケーションがうまくできないんですよと。なんかだいぶYouTube から、いや完全違うやん。違います、完全違うやん。なんかあれYouTube どこ行っちゃったの。そうで、うん、話が全く変わって、はいはいはい、そういう場合ってどうしたらいいですかねっていう質問が来たの。職場でコミュニケーション、そう、はい。まあ僕が何でもいいですよって言ったから、はいはいはい、それもあるんだろうけど、はい。で、ずっと話してて、で、僕も
解決方法はいろいろ提示できるわけよ、はい、何でも基本的に、はいろいろお客さん対応してきてるから、はい、あのじゃあその職場のコミュニケーションを取るためにはどうすればいいのかっていうのを俺なりにグワー言うたの。めっちゃグワー言うて、でまたなんかないですかっつったら、今度はその、まあ、実はっつって、まあ、僕あの会社に就職して結構経って、まあ、その管理職というかその上に立ってその、まあ、部下とかもつくようになったんだけれども、うんうん、そのコミュニケーションができなくて、うんうん、すげえ悩んでたんだった実は、うんうんうん、あそうなんですねと、じゃあ今度からどうしたらいいですかねっていうのを、そこから2人でこうそれを直すために超話したの。最終的にどうなったかっていうと、そのコンサルが最初 YouTube やったやん、はいはいはい、で全部その深いところまで僕掘って聞いてったら、はい、まあ、最終的に そういうフラストレーション、そのなんか幼少期のフラストレーションだったりとか、はいはいはい、なんかそういう問題があってコミュニケーションとか流れがあったの、はい、だそこも全部掘ってって掘ってって掘ってってあの洗い出してうわーやってったら、いや吉谷さんと実は僕の悩みってあのお金とかじゃなくてコミュニケーションでしたみたいな。あれ YouTube どこ行ったみたいな。そうそうそう、 YouTube ちょっとどうでもよくなりましたねっつって、で最後言ってくれたのが、その人41か2か3かぐらいだったんだけど、はいはいはい、40年ぐらい生きてきてこんな素晴らしい一日はなかったって言ってくれて、嬉しいですね。いや俺 YouTube、 あれでも YouTube、 YouTube やれみたいな、あれ、まあ確かに、うん、嬉しいけどあれ、うん、なんか本来の趣旨はどう、そうそうそう、だからなんかね、あの掘っていくと実はその、まあ、さっき言ってたやん、はい、自分のことって実は自分あんま知らなかったりとか、だからそのコーチングいいなと思ったのが、はい、そのそこ掘ってって本当の深いところって何やろうっていうのを掘り出して、うん、で掘り出してじゃあそれを解決していくと、うんうんうん、だそこがコアじゃん、うん、でそのお金稼ぎたいとかいうのの、うん、もっと掘っていくと、うん、実は源流でそのもっとコアな部分があって、うんうんうん、で実はそこを解決すればよかったみたいな、うんうん、なんかね、まあ、その昔そういうことがあったから、うん、なんかその悩みって表面的な悩みと内面的な悩みがあるかなっていう、はいはいはい、表面的な悩みはなんとなくこう悩んでるんだけど、内面的な悩みは実は隠れてて、うん、その深くて人に見つけてもらわないとなんか見つけられないみたいな、うん、あるんじゃないかなっていうのは感じた、うん、あると思いますね。それはなんか僕もマインドマップとか使ってやるんですけど、やっぱそのなかなかコアなところってその自分がこれ本当なのかなとか、うん、いや一旦出さないといけないのに、要は感情がちょっと先行しちゃってなんか、うん、なっちゃったりとか、うん、その大ざなりになっちゃったりとかって結構やっぱあるんで、うん、そのやっぱ誰かその要は第三者というか、うん、客観的な目線っていうのは、うん、そのカウンセラーじゃないですけどやっぱ必要なのかなっていう、うんうん、気はしますね。結構あるんです。なんか自分はこもってるけど、あのあれそれそうすればいいじゃんみたいな、うん、なんかあれもう解決みたいなあるんですけど、やっぱいやそうなんだ。だから俺もこのさっきも言ったけど、そのコンサル、うん、1日コンサルやってて思うことが、うんはい、ね、1日だから別に24時間なんかね、そうそうそう、あの1日コンサル5万円でやってて、うんうん、でそのどれぐらいやそのコンサル受ける前にそのお客さんが結構質問来たの。1日コンサルってどれぐらいまでやってくれるんでしょうか。あ、はいはい、いや別に1日言ってるんで、はい、24時間寝ずにやってもいいですよみたいな感じで、はいはい、であ分かりました、そんなにや、はい、まあ、そこまではなんないと思いますけど、はいはい、じゃあお願いしますみたいになって、はいはいはい、で実際にコンサルしたわけよ、はい、そしたらね1時間ぐらいでしょ24分の1 そ, うその質問を振っといて、そうそうそう、それかみたいな、うん、だから結構その自分のそのあれって自分で気づかなかったりするんだなって、コンサルやってて思っ、うん、昔まではそのコンサルっていうのやってなかったから、うんうん、あれなんだけど、対面でこうヒアリングしていくとなんかね、それってすぐ解決できる問題なんじゃないかなって思うことをめっちゃ深く考えてるね、うん、あめちゃめちゃ、ああそれはわかります。あそう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 ですね。なんか風船で例えるならば、はいはい、自分で風船めっちゃ膨らましてるね。はいはいはい。
めっちゃ膨らましてんの、うんうんうん、で要はどん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 悩みが増幅してんの、うん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 、いやそれ針で刺せばいいやみたいな、うん、複雑に考えちゃう、ね、そう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 、うんうん、だからなんかもっとシンプルなんかその僕がよく言うのがあのいろんな感なんかねいろいろ僕も勉強してきて思ったことが何が正しいっていうのはないなっていう、あ、はい、だからいろんな本を読むとこれが正しいって言ってるじゃん、だからいろんな正しい方法あるんだけど結局例えば成功本みたいなのもあるけど、はいはい、それはその人が成功したモデルやん、うん、まあ、確かにまあなんだパーセンテージで言うならばその確率それをやれば成功する確率はあるかあるかもしれないけどあくまでその人やその会社その人がうまくいったモデルだって、うん、じゃあ自分に合うのかっていうところでだからいろんな成功してる人たちのモデリングをして自分にいいところを取り入れて自分なりのモデルを作っていくっていうのが一番の成功モデルだなと僕は思ってて、うんうん、なんだろうなそのほとんどの人がノウハウを求めてるの、はいはい、まあそうですね、でノウハウっていうのはその作るものだと僕は思ってて、うん、なんだろうまあ教材とかも10年ぐらいこう販売してきたけどノウハウがあれば稼げるなと思ってる人は稼げないんだよね、なんかで稼いでる人見ると結構自分で作っちゃうねノウハウを、うん、だって知恵っていうか、そうそう経験知識だってぶっちゃけその情報商材とかでなんとか儲かりますよっていうのもいっぱいあるけど、うんうん、世の中見渡したら成功した人たちが腐るほどどうやれば成功するのかっていう本をめっちゃあるやん、うん、ありますね本屋行けば、はいはいはい、法則、法則あるやん、はい、いろんな法則が、はいはいはい、でもしだよもし本当に成功できるのであるならばみんな億万長者になってるでしょって話 で、ね、全員ね、でなんでみんながそんなそういうね、うん、本とか買っても成功できないのかっていうと、うんうんうん、自分でその成功モデルを作れないんだよね、うんうん、自分のノウハウというか自分の道というか人それぞれその感受性だったその感じ方だったり考え方だったりいろいろ違うからさ、はいはい、うん、だそれが何が正しいっていうのは自分で見つけていくしかないから、うん、じゃあどうやって見つければいいのかっていうといいところを盗んで、うん、自分の中に当てはめてこれはこうだなっていうのを当てはめて自分の中でその作っていかないとあかんちゃうかな、はいはいはい、だから結構なんかこれが正しいっていう人が結構多いんだけど、へえ、違うかなとか思うけど、うんうん、何が正しいな、だって国が変われば人を殺すことが正しいになるわけじゃん、うんうんうん、そうじゃん、うん、なりますね、そうその考え方というか、そうそうそう考え方で、うん、国が変わっちゃう、国が変われば、うんうんうん、だから何が正しいっていうのはないと思うけどね、うん、うん、だからそうなんか結構ねこれはこうだって思ってうまくいってない人はこれがこうだっていう、うん、すげえある、あなるほど、はいはいはい、これはこうだみたいな、うん、思い込みというか、そうありますね、うん、で僕がありがたかった、そうそう、この前コンサルした人もめっちゃ頭いいね、頭めっちゃその頭切れる、そう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 、学校の成績がオール5とか、優等生、そうそう、点数90点みたいな、90点以上みたいな、はいはい、当たり前みたいな、なんでお前解けないの数学みたいな、うん、でその人が来たんだけど、その人も300万ぐらい払って稼げた金額が10万ぐらいで、で話を聞いてると、はい、要は頭がいいから、頭いいからこれはこうでこうなる、あ賢いんだ、そうだ、これはこれでこうなるからこうなる、だからこれさえ見つければこうなるからこうなる、はいはい、みたいな、わかる、分かります、頭がいいから、はい、これはこうでこうなればこうなるからこれがあればこうみたいな、わ、はいはい、かる、うんうん、でそれを求めてるんだけどなかなか巡り合えないみたいな、なんか方程式みたいな感じですかね、うん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 、だからそうなん、あの 1+1=2 っていうのがもう出来上がってるじゃん、あ、はいはい、だからその 1+1=2 っていうものをこれとこれがあればこうみたいなのがもう出来上がってて、うん、で
まあ、その人の話を聞いてると、はい、なんかすげえ硬いの。なんか要はもうこれはこうだがこうみたいな、いやじゃなくてもっとフラットに考えればいいんじゃないかみたいな、はいはいはい、っていうことでアドバイスして、まあ、いろいろアドバイスしたけど、なんだろうな、 あとね、成功してる人の共通の中で結構ね、学校中退したりとかヤンキーだったりとか結構あんの。ありますね。これって なんでそういう人たちが成功するかっていうと、はい、要はそのなんだな、そういうこれがこれでこうっていうのが嫌で、あで、わかる、なんかそういうのが嫌だから、なんか自分の世界観みたいなのがあって、こうなんかこう、まあそれがヤンキーになるのか、まあ学校辞めるのかなって、でもなんかビジネスでは成功するっていう。でビジネスで成功する人って、別にビジネスってこれはこうだからこうってないじゃん。ないですね。時代によっても売れる商品変わるし、はいはいはい、やってみて外れる場合もあるし、うんうん、なんか分かんないわけよ。なんかこれはこうでこうだっていうでリズムで言っちゃうと、リズムが悪いわけではないんだけど、結構見てると頭が悪かったりする人がうまくいったりするよね。なんか微妙に賢いと賢い頭で処理するから、なんだろうなんだ、頭いい人と話すと、これはこうだからこうだよね、だからダメだよね、これはこうだからダメだよねってこんな感じなんだけど、俺からするといやなんでダメなのみたいな。で特にネットビジネスなんかリスクないんだから、いや別にえダメで何がダメなの、ダメなことがなんでダメなのはいはいはい、はい、なるほど。そうなんだ。失敗してもそんな金銭的なリスクもないから、別にダメでもいいじゃんみたいな。でそれで思って行動できてないんでしょみたいな。でそれがなんか障壁になって行動できてないんだよね。こうだからこうだからきっとこうなるだろう、だからできないみたいな。はいはいはい。そんなのやってみないと分からへんやんみたいな。でやったところでそんな借金背負うわけでもないし、ブログ書いて借金背負うかっていうね、YouTube やって借金背負うかって話で。だからリアルビジネスの場合は違う。やっぱりリズムでやっぱやんないといけない部分もあるよ、通販とかね、そういう在庫リスクがあったりとか、そういう場合はリズムでやんないと、データ見てリズムでやんないという部分があるかもしれないけど、なんかネットビジネスとかにねえんじゃないかなっていう。そうですね、一般的にはあまりリスクはないですね。何もリスクないよね。実業と比較すると、僕やってる古着なんかをリアル店舗でやるってなると、人件費とか込み込みにやっぱりね、もうすごいやっぱりその時間、まあ、金銭もそうなんですけど、やっぱ時間もすごい縛られるというか、そこのリスク踏まえると、ネットってその時間をね、自分のタイミングでもできるし、リアル店舗だとその店舗を構える回転資金っていうんですかね、まあ、固定費もめっちゃかかるし、ね、固定費とかもかかるしってなると、ステップメールとかすげえなって思う。そういう話聞いて、おおやべえと思って、だからなんか、まあ、ネットビジネスのなんか情報をこう発信してきたりとか、まあ、10年間こうやってきて思うことが、はい、なんでそこまで考えるかなって、まあ、考えることは悪くないんだけど、なんか別にいいんじゃないかなっていう、考えすぎちゃってるか、あ、そうそう、あとね、コンサル生に言った言葉で、はい、考えて行動できたいんだったら考えるな、で、考えて行動できてるんだったら考えろっていうこと言ったことがあって、はいはいはい、ほとんどの人はなんかめっちゃ考えて悩んで行動できてないね、いやだったら考えず行動とりあえずしてみる、はいはい、でもし考えて行動できてるんだったらさらに考えろっていう、はいっていうのはよく言ったね、でほとんどの人がなぜ行動が止まってるのかっていうと、自分の中で考えちゃってるって。考えちゃうのはなんで考えちゃうんですかね。
自信がないですかね。それは多分ね恐怖だと思う。あ、それはそれ もうもっと掘っていくと、そのまあその教育の過程で例えば、なんだろうな、悪い点数を取ったら親に怒られるとか、うん、悪い点数を取ったら、なんだこう先生に怒られるとか、まあ、そういったのが積み重なってるわけよね。じゃあ会社に就職したらなんか失敗したら怒られるとか、だ失敗は怒られる、やダメなことっていうのが自然的にこう何十年も植え付けられてるわけよ。インナーチャイルドってやつですかね。そうそうそう、ちょっとスピリチュアルっぽく言うと、うん、だからもうそれで植え付けられてるから、うん、それが怖いんで、そのなんか新しいこと始めるときに、はい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 、こうなったらどうしようみたいな、うんうん、だからその考え方を 逆に考えるとこうで、うん、例えば恥ずかしいっていうのも原点どこにあんのって話で、はいはい、多分ね掘っていくとなんかその幼少期に、うん、なんかその恥ずかしいをなんかその 恥をかいた、はい、恥をかくっていうことはどういうことかっていうと、はい、この指を刺されて、うん、お前わーなんだあの、うんうんうん、あのしょんべん漏らしたわー、はいはいはい、みたいな感じで、はい、みんなから指刺されていじめられたりとか、はいはいはい、なんかそういうのがあって恥をかいたらなんかいじめられたりとか、そういうのは積み重なって恥イコール嫌なことみたいな、はいはいはい、でもこのプロセスがないと恥って何ですかみたいな、あ、分かる分かる意味分かる、分かる、その恥って感じなんですか、ね、そう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 、まあ、それが分かんないみたいな、そうそうそう、その恥の固定概念を実はもう作られちゃってるんだよね、はい、自分の中で。だそれをぶっ壊しちゃうと、いやそもそもじゃあお笑い芸人って恥かいて金稼いでるわけじゃん。そうですね、笑われて、そう、はい、でしょ、はい、だから逆じゃん全然。うん、お笑い芸人恥かいてなんぼなおい、はいはい、笑われてなんぼでしょ、うん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 、そうですね、うん、だからそこをなんかちょっと視点を変える、うん、でその視点を変えるためにはいろんな人の、はい、あの考え方を見るか、うん、見るっていうところ、本を読めってやってる、ね、そうそうそう、うん、自分もやっぱそこそのちょっとあるってさっき言ったんですけど、やっぱそこの解釈の問題なのかなって思って、うん、本とかで、うん、やっぱ拓郎さんに会いに来たのもそれも一つありますね、うん、その何だろう、その人のものの見方というか、うん、いや本当ね 見方なんだよ、うん、見方どう、その要はマインドっていうか、うん、あるものが例えば拓郎さんと会いました、うん、そういう出来事が、まあ、刺激可能に行って、うん、それをいや拓郎さんやっぱちょっと嫌なやつだったかっていうのか、うん、いいやつだったかって自分のも解釈じゃないですか、うんうん、それの物事をどう変えていくかっていうのは、うん、でもその感情とかその固定概念も無意識に、うん、無意識というか、うん、自分が作りたくてやってるわけじゃないというか、うん、勝手になんかそう意識的にから観点で言うと勝手にできちゃってるから、うん、今の自分をやっぱその最近やってるのやっぱ見つめて、うん、この刺激の時はこう解釈するみたいな、うん、僕も今日吉野さんの602の番号すぎめっちゃドキドキしてて、ね、やべ俺自分で言っといてやべって言っちゃったよと思ってうわこれいやでも行こうかって押して、いや実はあんな YouTube でめっちゃ発信してるけど、うん、めっちゃ怖い人だったらどうしようみたいな、うん、いやでも不安もあるよ、はい、めっちゃ、うん、あるけど、最近はその不安を乗り越える、うん、乗り越えてみないと分かんねえなみたいな、そう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 、見ないと分かんねえなっていうのとこに、やっぱその、なんかね、自分の体、まあ聞くのもそうだし、自分からそうアクションを起こして、うん、自分の経験、要は新しい固定概念を作っていくというか、うん、そうそう、それがやっぱ大事なのかなっていう、うん、気はしてて、うん、だからね、これね、一、はい、回僕ね、1億を稼ぐマスターマインドセミナーっていうのやったことがあって、はいはいはい、まあこれはね、破壊と創造で、はい、要はぶっ壊せ、そう、ぶっ壊していかないと想像できないから、はいはい、ぶっ壊すところから入ってやったりとかしてたんだけど、うんうんうん、いいですね、ぶっ壊したいですね、うん、ぶっ壊れたいですね、要はフラットにするっていう、あ、まあ、そう、今まで積み重ねてきたものを一回ぶっ壊してフラットにして、うんうんうん、だから子供とかはそのこれある心理学のやつで、僕本で読んで面白いなと思ったんだけど、まあ、アメリカの心理学のテストで、はい、扉を開けましょうっていうのがあったの、はいはい、でドアノブがついてたの、はいはい、でじゃあこのドアノブをついてるこのドアノブこうあるやん、こう扉があって、はいはいはい、ここにドアノブついてるね、はい、じゃあこれ開けてくださいっていうテストをしたので 80% の人が開けられなかったの、
大人、大人、大人な、大人何名かでテストしたの。ドアノブがついた普通の扉だよ。でも開けられなかったの。おかしくない、はい、おかしくない、はい、だけど、はい、子供に今度テストしたの、はい、じゃ子供はすごい確率で開けることができたの。これなんでかっていうと、聞いたことあるかも、うん、はい、そのドアノブをついてると、はいはい、こう引くんだな、押すんだなっていうのはもうついてるわけよ。わかる、わかるな、わかる、うん、だから大人はいくらこう思いっきしこう引っ張ってるわけよ。開かねえじゃん、開け、こうガーってやって、はいはい、全然開かないの、はい、でも子供はそのドアノブは引く、押すとかいう概念がないから、うん、ないフィーみたいな、横に吸うみたいな、スライドしたらあれみたいな、スライドするみたいな、はいはいはい、で結局そのドアノブがついたやつはスライド式みたいな、あ、はいはい、でそれも固定概念じゃん。ドアノブイコール引くとか開くとかいう概念がついちゃってるから、その答えを導けなかったわけよね。でも子供っていうのは概念がないからフラットじゃん。別にお、なんだ扉、うんみたいな、横にこうスライドした開いた、うん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 、だからその邪魔してるのは結構固定概念だったりするんだよね。うん、あ、そうですね、結構、うん、うん、それはありますね、うん、だそこを壊さないと結構、うん、問題が結構解決できなかったりするよね。うん、壊すときにはもう掘り下げるっていう感じなんですか、やっぱり。壊すときの作業はね、まあ、人それぞれだね。あ、うん、だからまあ掘ってくっていうのもあるし、はい、うん、まあ、まず掘ってく作業は必要だよね。なぜなのかっていう、まあ、全てなぜなのかっていう、うん、うん、例えばお金稼ぎたいんだったらなぜなのかっていう。例えばお金稼ぎたいんですか、うん、はい、うん、それなぜなんですか、うんうん、え、車が欲しいです、うんうん、いや車は何で欲しいんですか、うんうん、いやこういう理由で、じゃあ、うん、なんでそういう理由になったんですか、うん、って言うと、うんうん、もう掘っていくしかないじゃん、うん、そうですね。 でそうなって掘っていくと、うん、あれみたいになってくる。俺なんで欲しかったんだよ。そうそうそう、うん、ありますね、うん、7回でしたっけ、7回なぜをすると本質に近づくみたいな、なんか聞いたことあるんですけど、なんとかの法則だった、うん、だから結構ね、うん、その掘っていくっていうのは結構必要だよね、うん、なんでなんだろうっていう。これはなんかね、アメリカのダン・ケネディかな、ダン・ケネディかなんかが、まあその What's なぜと思えみたいな、全てに、いや、その本質を探れみたいな、なぜなのかみたいな、ーマーケティングのダン・ケネディが言ってたのかな。だからそのなぜって思うことが全ての起点だったりして、例えばあの万有引力をニュートンがこうなんかその地球には引力があるっていうのを話したやん、あのなんか作っ分かるよね、万有引力の、うんうんうん、であれも俺小学校で見たあれだけど、ニュートンはリンゴ落ちてくるところを見て、なんでリンゴ落ちてくんの、なんでだろうと思ったところから来てんじゃん。でも他の人たちはそこになぜって思わなかったわけじゃん、うん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 、リンゴが落ちるに対して別に普通みたいな、はいはいはい、そこになぜって思わなかったんだ、うんうん、でもそのなぜって思ったことがきっかけでニュートンさんはね、なんかすごい、確かに、うん、なぜって思うことは大事かな、うん、うん、なぜなんだろうって常に、うん、あとはね、あれだね、A と B 選択を2つにして、どっちの方が効果、どっちの方が効果があるのかプラスになるのかって考えるといい。例えば、上司に怒られてたとするやん、はいはい、上司に怒られました、例えばじゃあ A っていう考え方が、受け取り方が、うわクソ上司めっちゃムカつくわって思うのか、うんうん、はいはい、あ、上司俺のために言ってくれたんだなっていう考え方、うんうん、受け取り方があるわけやん、うんうんうん、まあ大きく分けると、あ、上司俺のために言ってくれたんだなっていう受け取り方と、 A はなんだクソムカつくなあの上司っていう受け取り方がある。じゃあこれどういう風な受け取り方をした方が効果があるのかっていう、うんうんうん、自分がどうプラスに行動するのかって考えると、どっちの方がいいと思う？ B、 B だよね、 B ですね、俺のために言ってくれたんだなと思った方が前向きに行動できるよね、うんうん、まあそうですね。でも上司ムカつくってなったら、多分週末、まあ、さっきのなんかあの飲み会でぶちって結局変わらない日々みたいな、はいはい、
だそう受けまああのなんだろうな引き寄せの法則ってあるやん、はいはい、実は受け取りの法則をマスターしないと引き寄せられないっていうのがあるんだよ。知ってる？あ、なんか受け取りの法則聞いたことあるな。なんかチラッと聞いたことある。実はこれは なんかナポレオンのあの結構財団に入ってる人が言ってたのかな。思考は具現化するのかな。そうそうそう。なんかね、引き寄せの法則は結構こうメジャーでこうあるんだけど。まあそうですね。結構でもそれを掘っていくと、はい、受け取りの法則をマスターしないとダメみたいな。あ、どう受け取っていくのかって情報を。うんうんうん、めっちゃ深いけど、例えば街中歩いてるやん、うん、で街中歩いてると俺インスタとかやってるんだけど、街中歩いてると、まあ、いろんな情報があるわけじゃん。で俺はインスタやってると、よしとインスタ用の写真を撮ろうって思うと、うんうんうん、情報の受け取り方が全然変わるんだよね。ふっと見ると花が咲いてるわけよ、はい、はいはいはい、あこれインスタに撮れるやんみたいな、はいはい、あコンテンツになるみたいな、はいはい、あコンテンツ一つ一枚、はいはい、でも普通に歩いてたら受け取れないわけよ。景色の中の一個でしかなくて、そうそうない、うん、全然受け取れないわけよ、うんうん、埋もれちゃうというか。そう、例えば、まあ、この前もそうだったんだけど、ポストに手紙を送り、あのなんだ、投函したいと思ってたんだけど、ポストがなくてずっとポストを意識してるの、赤のポスト、はいはいはい、頭の中で赤のポストねえかなってずっと見てると、はい、あ、あったみたいな、うんうん、でもその、うん、感覚で歩いてないとポストって素通りしてないしますね。じゃあ国道走ってて、うん、車で国道走っててあのションベンやばいと、やべ漏れるみたいな、うんうんうん、コンビニないかなと思ったらめっちゃコンビニ探すやん、はいはい、でもそれ思ってないといつもと変わらない景色素通りするやん。同じ景色なんだけどどう思うかによって受け取り方が違うから情報のキャッチの仕方も違うんだよね。だから、なんか成功してる人とかは多分ね、結局あんま変わんないじゃん。そんななんか大したことってないじゃん。まあよく出会いが変わるとかあるけど、うん、まあ、そこまで、じゃあ成功者全員が衝撃的な出会いが全部あったのかっていうわけではないと思うのね。まあ、そうですね。もちろん、まあ確率的に言うんだったらば、その出会いも大きかったかもしれないけど、全員100人成功した人の中で出会いが全部あったのかっていうとそうでもないですし、うんうんうん、多分その日頃生きてる中で多分なんか違う受け取り方をしたんだよね。特に発明する人とかも多分受け取り方だろうね。あ、これもしかしたらみたいな、これとこれ合わせたらみたいな、うん、人とは違う受け取り方をした、解釈をして、うん、例えば情報系で言うんだったら、はいはい、うーん、このノウハウを、まあ、教材買ったとするやん、はい、で買って A さんは本当に稼げるかなっていう不安で受け取ってる、はいはい、B さんは間違いない絶対これやれば稼げるって受け取ってれば、はいはい、B さんの方が成功する確率高いと思う、ね、うんうんうん、そうですね、うん、A さんは買ったけどこれ本当にやっても稼げるかなっていう受け取り方、うん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 、でも B さんはこれ買えば絶対稼げる、絶対やればできる、稼げるって思ってる受け取り方だったら、その後の行動のアクションの仕方が変わると思うし、うん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 、行動のその先が変われば結果も変わるやん、うん、思考が変われば行動が変わり、行動が変わり、まあそういうのみたいなのありますよね、うんうん、そういうことですよね。なんか結構ね、その受け取り方、まあいろいろ話しちゃったからもうなんかぐちゃぐちゃになったけど、うん、いや引き寄せの法則本当本当、それ僕もインプレッション買う時からなんか無意識の時にそれ確かに引き寄せてたというか、うん、あって、うん、最近インプレッション乗ってて乗りたいなと思った時は、うん、街中に友達、うん、さんとか言ってたんですけど、うん、やっぱインプレッションやっぱ走ってるの見るんですよ、うん、で本当ここ1ヶ月で言うと、うん、めっちゃ GTR を見るんですよ、うん、今日も、うん、ガチで3台ぐらい見てきて、うん、昨日一昨日も 4台とか3台、うん、俺 GTR 結構走ってんじゃんみたいなあるんで、うん、あでインプレッサーの時もそうだったんで、うん、あこれはなんか引き寄せの法則、やっぱ遅かれ早かれタイミングあると思うんですけど、うん、
やっぱその意識をし続けることでやっぱなんかあるんだろうなというか、そうだね、うん、なんかね、受けるというか、もうこれもね抽象度高いけど、うん、意識すると多分ね、うん、俺はこれはまあ多分なんかの本で書いてるかもしくはなんか、うんうん、唱えられてるかもしれないけど、うん、多分ね意識をするとなんかを発出するね、なんか、なんか電波的な、はいはいはい、多分ね、多分そういう仕組みで、まあもうね、ぶっ飛ぶと宇宙の話になっちゃうんだけど、ぶっ飛ぶと宇宙まで行っちゃうんだけど、多分ね、その、松下幸之助さんとかも好きなんだけど、松下幸之助さんの本を読むと、何が一番大事かって説いてるのが、思うことが全てだっていう。思わなければ何も始まらないっていうんで、シンプルなんだけど、めっちゃ奥深いっていうか、もうなんだね、その、ま、なんかね、稲盛和夫さんの生き方っていう本で書いてあったかな、なんかね、そう、あの稲盛和夫さんの生き方っていう本の中に、そうそうそう、松下幸之助さんの講演に行ったっていう話があって、で稲盛和夫さんがその時に松下幸之助さんの講演会に行ったわけよ。で松下幸之助さんが経営とは何ぞやって話してるわけよ、うんうん、でうわーってうんちくを垂れてるわけよね。そしたら参加者の人がクレームを言ったの、まあ、松下さんと、まあ、あんたの言ってることは確かに、まあ、確かにだと、でも俺たちが聞きたいのは今すぐ売り上げが上がる方法を知りたいんだと、ノウハウを知りたい、ノウハウを知りたいんだと。でちょっとねうる覚えなんだけど、なんかそのなんか建設をやってるとこかな、あれダムかな、だ、あ、知ってるね、聞いたことあります、そうダムかなんかをやってて、はいはい、それを再なんかそれうまくするためにはどうすればいいんだと、うん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 、で松下さんが言にこうそれを俺は聞きたいと、で松下さんに言ったら、うん、松下さんが言った言葉が、うん、いや悪いけど俺は分からんとだけど売り上げを作りたいってまずそういう思うことが大事だと、経営をうまくさせたいと思うことが大事だよみたいなことを言ったら、まあその人はよく分かんなくてまた渋ったんだけど、そこに稲盛和夫さんもいて、松下幸之助さんのその言葉を聞いて電流が走ったと、はい、要はその参加者の人は、はい、要は松下幸之助さんが話した言葉っていうのは一緒なわけじゃん、いや思うことが大事ですね、はい、思うことが大事だって発信されてる受け取るものは一緒ですね、そう、うん、でその思うことが大事だよみたいなのを言うわけじゃん、でもそのダムの売り上げを作りたいっていう人は、うん、何言ってんだこいつみたいな感じの受け取り方やん、はいはいはい、でも稲盛和夫さんは電流が走ったみたいな、これはすげえみたいな、確かにそうだっていう受け取り方をしたわけ、じゃあその後稲盛和夫さんどうなったかっていうと、はい、まあ、JAL 再建したりとか、まあ、KDDI 作ったりとか、やばいっすよ、ね、すごいことになったわけです、あの人本当にやばいですね、だからそのうんどう受け取るかだよね、うん、電流が走るまでの受け取り方をしたんだよ、ビビってきたんだよ、ね、そうビビってきたんだよ、ビビってきたんでしょうね、これだみたいな、それだよみたいな、確かにみたいなね、稲盛さんも確かにぶっ飛んでますね、うん、なんか JAL を、うんちょっと話変わっちゃう、JAL を再建した時の裏話みたいなのがあってあるんですよ、おうおう要は稲盛イズム、稲盛イズムを JAL に反映させて、うん、その裏側と稲盛さんの思いと、うん、で JAL はこうでしたと、こうで稲盛さん自分よく知ってるねそれはちょっと稲盛さん僕もちょっと好きで、あ、マジで、はい、あの鹿児島出身じゃないですか、うん、あ、まあ、そうそうか、あって、うん結構向こうでもやっぱ取り上げられるんですよ、京セラ京セラみたいなあって、俺その当時そんな興味なかったんですけど、そのビジネスをちょっと興味持っていろいろ勉強させていただくと、あ、この人やべえぶっ飛んでるなと思って、でその本がもうアマゾンで多分50円とかで中古本で売って買って読んだんですけど、やべえなみたいな、はい、いや なんすかね、好きですね。え、その裏話っていうのは何なの？裏話っていうのは、うん、JAL がやっぱりその航空会社ってまず稲盛さんがなんで JAL を JAL の再建に入ったんですかっていうと、うん、要は ANA の独占、その独占っていうのが嫌いなんですよね、あの人も、うん、それでそれが一番あれです、あの謙虚に出てるのが KDDI を作ったこと、うん、要はドコモ、あ、違う、あ、ドコモだったかな、なんか要は国のだから要は なんていうんですかね、ちょっと表現、あ、分かるよ、そのまああの回線だと、はい、その NTT が独占してて、もう
天下取ってる。そうそう、天下取ってて、うん、要はそれだと王様ビジネスだよね。そう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 、うん、王様ビジネスは結局かその反映しないと、何も還元しないと。そうそう、まあ、その競争が起こることによってサービスも向上するし、値段もあの求めやすい価格になると。そう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 、で稲森さんはそれが、まあ、あるべき姿っていう形で思ってて、うんうん、で JAL が要は潰れちゃうと、うん、そのアナのそれになっちゃうから、うん、もうそれが嫌で、うん、で無給、最初 JAL はなんか給料を払う、お支払いするんでって形でオファーをかけたらしいんですけど、うん、いや稲森さんも給料がいらんっつって、うん、言って、うん、なんか入ったらしいんです、その思いがあってっつって、うん、でそれであとは日本の企業っていうのは今、うん、確か5年で 95% とか倒産でしたっけ、起業してから。ああ、そうだ、なんかあるね、うん、なんかあって、でそういうやっぱ現状もあって、うん、その日本の企業を、いや JAL を要は景気づけて、うん、いや日本っていう国もまだまだそのやれるポテンシャルはあるんだよっていうのをやっぱりみんなに伝えたいっていうのがあってやったらしいんですね、うん、で JAL、 まず JAL っていう企業がそのやっぱ航空会社って2社しかないじゃないですか、言うて、うん、大きな、大きなね、 JAL、 アナみたいな、ね、で JAL 自体がやっぱりその国の輸送っていうか、そういう国の政府の主要な部分も担っていたんで、うん、まあぶっちゃけそんなに頑張んなくてもいいだろうみたいな雰囲気だったらしいんですね、うん、ああまあまあまあ、国から受注もらえるし、もらえるしみたいな、うん、でそれがもう、もう役員もそんな感じで、それがもうなんかもう会社全体に蔓延してて、うんうん、でなんですかね、稲盛でそのやっぱりなんですかね、そのマイン、まず役員のマインドを変えないといけないっつって、うん、3、4ヶ月ぐらいは毎日朝、うん、朝から夜までずっともうセミナーみたいな、ずっとやってたみたい で、で最初はもうやっぱりヤジがもうどんどん飛んできた、うん、マジ で稲森さんが講演してるのにヤジ飛んでる、ヤジが飛んでくる、マジで、なんだそれ、それ、あ、その考え方はありえないっすみたいな、それ役員か、じゃるのマジで、マジマジです、俺もすごいびっくりしたんですけど、稲森さんが言ってるのにヤジ飛ぶ、そう、ヤジ飛ぶ、相当やばいんだよ、やばい、さっきだから、うん、あれそのダムのさっきの話と全くほぼ一緒だと思います、環境的には。でも稲森さんはやっぱりその役員さんと信頼関係を構築しないと会社って変わらないよねっていうやっぱり思いがまずあったみたいで、まずはその役員とのコミュニケーションというか対話をやっぱりその時間かけて4ヶ月ぐらいかけて、で稲森さんもうその夜ご飯とかもコンビニのおにぎりとか食って、うん、食えない中でもう80とかじゃないですか、稲森さんって。その中にコンビニのおにぎりとか深夜に食って夜ご飯それで済ましたりとか、結構ハードみたいで、だったみたいで、まあ、で3、4、4、半年ぐらいだったかな、うん、でまあその役員の何人かが3名ぐらいですか、3、4名ぐらいが、まあ、この人やばいと、稲森さんやべえとっつって、俺らも取り入れるぞっつって、その部下たちにそういう、うん、で今度は役員さんたちが部下、うん、要は中間の管理職の方々にそういう、うん、まあ要はこういうことでみたいな、その対話っていうのを持って、うん、で求めていったと。で、あ、でどんどんそういう稲盛リズムっていうのを浸透させていく、うん、きましたというのと、あとはもう一個、あのやっぱりアメーバ経営っていう、うん、その部門別の採算性、うん、部署ごとで採算予算を振り分けて、うんうん、そこで見せる、あの採算、うん、あの収支を管理させるっていうのを、うん、なんか JAL はもうなんかまとめてそこでなんかある部署でやってたらしいんですけど、うん、それをもう部署ごとに、うん、今までも一つでやってたのを各部署でやってて、うん、例えばパイロットとかが、うん、パイロットはもう確実にタクシー移動みたいな、うん、通勤だったっていうのを電車通勤に変えてさせたりとか、うん、なんかそう、あ、要はマインドが変わってきてるから、うん、その最初はやっぱりみたいな、うん、せっかくパイロットに、花形のパイロットになれて、うん、だから俺はタクシーだ、タクシーだみたいな、うん、俺もう毎日何万人の、うん、人を運んでると思ってんだみたいな、うん、あって、でやっぱそこも結構変えるの苦労したみたいだったんですけど、うん、まあそういうところとか、やっぱまあちょっとずつね、その採算性っていうのはやっぱやっていかないと部署赤字になって何もできなくなっちゃうから、うんうん、で少しずつやっぱマインドも、従業員さんのやっぱマインドも、うん、結構変わってきたみたいで、うん、そうそう、もう航空そのパイロットの方が例えば電車あのタクシーだったのが、うん、もう電車通勤でいいよみたいな、うん、だったりとか、あと機内にもうマイボトル持ってきて、うん、マイボトルで飲んだりとか、もう徹底的にコストも、うん、もうJALってもうすごい赤字だった、うん、だったじゃないですか、うん、徹底的にもういろんな部署がもうコストカットがやってって、うん、もちろん
あのリストラとかもされてましたけど、うん、って中でそれを3年半とか2年半だったかで、うん、要は黒字経営に戻しましたと、うん、稲森さんも自身もやっぱりてか JAL 全体がもうその活気づいて、うん、おーみたいな結果が出てきて、うん、おーってなってる中で、うん、ただ結果で出てきましたと、うん、もうやったと、うん、やったってなるじゃないですか普通は、うん、でも稲森さんは落ち込んだらしいんですよ、うん、あのなんで落ち込んだのかっていうと、うん、バッシングが出たんですよ要は、うん、稲森さんだからできたんじゃねえとか、うん、なんか絶対汚い手使ってるだろうみたいな、うん、要はもう批判の方が多すぎたらしいんですよなんかおめでとうじゃなくてあなんであんな JAL を再建したんだとそうそうそうしたのみたいななんかやったんだろうね国となんか繋がってんじゃねえそうそうそうだからそこで、うんバーってめっちゃバッシングしたのがアナだったんですねあ、うん、これはこの制度は絶対 JAL が優位になるからやめろみたいな、うん、なんかそういう雑魚だが結構あったみたいで、うん、へでみたいなそういうポテンシャルを稲森さん的にはやっぱりさその再建させたいっていうのと、うんポテンシャルあるんだぞって言って、うん、みんな活気づけたかったのに、うん、出た結果っていうのは、うん、そのバッシングというか、うんあれみたいな、うん、ですごく持ち込んだというか、うん、なんかすごい気にされてたらしいですよね、その時話聞いてあなんかちょっと悲しいなというかなんか日本の風潮なんですかねそうそう、うん、あれなんだよね、うん、要はこれね日本とアメリカの違うところってなんでアメリカンドリームがあって、うん、ジャパニーズドリームがないのかっていうと、うんうん、そうですよね、ないですよね要は日本アメリカってめっちゃ応援してくるらしいの。あ、そうなんですか。もうなんか、なんだろうな、はい、成功し、おめでとうみたいな、うわーみたいな。だけど日本ってなんかね、嫉妬すんねん。あ、嫉妬。うん。要は例えば、うん、よくまあわかりやすい例で言うと、はい、その例えばベンツとか乗ってるのを見ると。はいはいなんかそのお金持ちの人とか見るとなんか悪いことやってんじゃないかってそのまず批判から入るねあなんか あの人ビジネス頑張ったな、はいはい、すごいおめでとうお疲れ様っていうわけではなくて、うんうん、なんか悪いことして、うん、なんか結局金儲けてんでしょみたいな批判から入るね、うん、だそこがそのジャパニーズドリームがないのと要は潰す人が多いねんな夢をあードリームキラーがドリームキラーが多いっていう、はいはいはいだからそこだと思うね、うん、そのアメリカンドリームとジャパニーズドリームが そのなぜないのかっていう、うんうんうん、だ日本ってその国あの島の国だから閉鎖されてるんだよねだ考え方が閉鎖されてるからアメリカっていろんな人種がうわ入ってるわけじゃん領土広いしだからいろんな多種多様な考え方があってだそこで国をこう統一してるわけじゃんいろんな考え方があってだからそのなんかそういう風潮があるらしいね、うんうん、日本の場合はもう隔離して、うんまあ、鎖国の時代もあったわけじゃんもうなんか受け入れないみたいな昔はだからそういう島国的なのもあるから、うん、日本でビジネスがしづらいっていうのがで今海外に結構出てる人もいるよね。うん。いやなんか妬み嫉妬みたいなのが多いっていう。なんで生まれちゃうんですかね、妬み嫉妬って。まあそれは多分ね、教育の仕方だと思うけどね。ああ、それは。例えばそのなんかその隔離されてる考え方って、例えばさっきの1たす1は2っていう、はいはいはい、これが日本の教育じゃん、はい、数学あの算数で言うならば、はいはい、でもドイツとかそっちは1たすここかイコール2でここの過程は何なのみたいなっていう教育だったりするわけよ。うもう答え出てんの。うんでこの過程何みたいな、虫食いみたいな、覚えろと。そうそう、だからそこの過程プロセス大事なんだよみたいな、うん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 、なんかちょっと違うじゃん。同じことを教えてるんだけど教え方が違うっていう、なんかそういうのもあるんじゃないかな。確かに小学校時とかなんか考えるっていうか、まあ、暗記じゃん、うん、暗記じゃないですか、うんうん、テストとかも。そうそうそう、正直、うん、あんま考えるね、考えるというかもうどれだけ暗記できるかって感じだよね。そうそう、なんか理解テストとかっていうよりはもう暗記だろみたいな、教科書の暗記だろみたいな、うん、だからなんか海外はそういうプロセスをこう重んじてるというか、うん、なんかねその過程を楽しむというか、
日本はこれがこれだからこれでこれを暗記しろみたいな。で俺がその教育の過程で疑問に思ってたことが勉強がもうやらなくなった理由があって、うん、これ何のためにこれ多分因数分解とかあるやん。はい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 。あとなんかまあ高校だとコサイン、タンジェントとかあります。あるやん。あります。大人になって何使うのみたいな。うん、意味が分かんないわけ、うんうん、いやこれ勉強して大人になって何に使うのみたいな。もちろん使う、ね、職種もあるかもしれないけど、うん、俺が英語をやらなかった理由、うん、英語中学校の時7点だったかだったの、うん、一番最初のテスト、うん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 、で日本人に生まれて日本語もそんな分かんねえのに、うん、てか将来別に俺外人と交流しねえしな日本好きやしなみたいな、うん、なんで日本好きなのに英語勉強するんだろうみたいな、うん、で思って英語勉強しなかった。なんかそこになんで勉強しないといけないんだろうみたいな、勉強する意味は何なのみたいなっていうのがちょっと幼少期思っちゃって、もうそれが勉強しないよね、うん、うん、なんで勉強するのみたいな、大人になってこれ使うのみたいな、この今やってることっていう、なんか社会覚えてなんか使ってる？使わんよね。歴史覚えてなんか使う？使わないです。かろうじてクイズ番組の時になんか思い出すかなぐらい使わんやん。なんかその使わないことを、まあそのね、その勉強する努力するっていうのを学んでるのかもしれないけど、うん、もっとなんか大人になって使える、より実践的な例えばコミュニケーション能力だったりとか、はいはいはい、そのものの考え方とか、まあ、そういうのをもっと入れた方がいいんじゃないかなって。だって大人になると絶対コミュニケーション能力必要だし、そのプレゼンテーションとかもね、うん、その上司とかになったら絶対必要だろうし、ディベートだったりとか、まあ、俺小学校の時なんかディベートみたいなやったけど、なんかそういうのをどん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 取り入れて、なんかより実践的に大人になって使えるものってなんだろうっていうのをなんか入れた方がいいんじゃないかなっていう、うんうん、もちろん基礎っていうのは大事だと思うけどね、うん、でももう正直ここまでネットが普及して何でもネットで検索できる時代だから、正直覚えるっていうのはもう必要ないんじゃないかなっていう、うんうん、だって漢字分かんなかったら調べれば1秒出てくるじゃん、うん、3秒とかで、うんうん、でそんなこんなデバイスが出てる世の中で別に暗記する必要なくないですね、うん、何を暗記するの？ネットで検索すれば出てくるやんけど、うんうん、でその覚えようとしてることも社会に出てもそんな使わないのに、うんうん、社会に使わないことを無理やり覚えて何の時間、うん、もったいなくねみたいな。だったらもっと大人になって使える、なんだろうな、例えばもうほとんど学校の、うん、学校の授業がそのどういう職種があって、例えば営業っていう職種はこういうことをやるんですよとか、経理だったらこういう仕事があってみたいなのをもっとちっちゃい段階からなんかいろんなその夢の選択というか、より具体的な夢を実現するための教育のなんかプロセスがあったのが、あのもっと本当夢が夢じゃなくなるというか、夢を叶えるためにどういうプロセスをすればその夢を叶えるのかっていうのは幼少期からこう教育していくというか、そうすれば自分のその道というかなんか結構早い段階で叶えられるんじゃないかなって、うん、思うけどね。だからまあそこはもうね、僕がいくら語ったところでどうしようもなんないとか。まあまあ、うん、あ、ここまでネットがインフラ整ったから、多分今の教育制度がもう古いしさ。ああまあそうですね。うん。だって何十年前のあれじゃん、憲法とかも全部多分、うんうんうん、もうよく知らんけどね、うん、でも基本的にその前の戦後のものが今もなお残ったりとかしてるわけじゃん。いや戦後と今の全然文化もちょっと変わってきてるし、うんうん、使ってるものもちゃうし全部違ってるわけだから、それに合わせて対応していかないと、うん、だから臨機応変にやっていかないといけないんじゃないかなっていう、それを感じるよね。うん、
なんか小西さんの動画でそれ、うん、そのやっぱ教育の話があって、うん、あったんだ ありましたあの要なんですかねこう、まあ、テーマとしてはこういう世界だったらいいのにみたいなところがあって、うんうん、でやっぱ教育っていうところ、うん、その学び勉強ってところで、うん、やっぱりその、まあ、今の自分たちで言ったらベンチマークにしたい人みたいなので、うん、その人に学びに行ったりとか、うん、要はする要はそういう環境が小学校とか幼稚園の環境でできればいいなっていうのがやっぱ一つ意見あって、うん、小西さんは、うん、でもなんか教えてもらったっていう感覚はないらしいんですよ、うん、どっちかというと生かしてもらったっ、うん、その要は僕はこれをやりたいと、うん、でこれをするためにこれをやりたいけどこれをやりたいってなった時にこれとこれが必要でこれはこういう課題があると、うん、じゃあこれするにこうどうすればいいか分かんないんですけど教えてもらえませんかみたいな、うん、要するに考えるプロセスみたいなきっかけというか、だから小学校ってその理解しろとか暗記しろって、うん、要はさっきその吉谷さんがおっしゃられた意味もわからないのに、うん、なんかやれって言われてやんないといけないみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、じゃなくてそういうそれこそさっき言った実践的な学びっていうのは、うんまあ、そういうところかなと、うん、その自分でこれをやりたいじゃあこれをやるためにはにひらがなが必要かもしれないし、うん、漢字が必要かもしれないし、うん、そうそうそう因数分解が必要かもしれないし、だからそれも多分ねあの意味を説明してくれる多分先生がいないんだと思うね。いない先生なんでこれ勉強しないといけないんですかって言った時にこれはこうだからこうでこういう必要性があるから今勉強しておく必要があるんだよっていうのがないんじゃないかなって。それを多分先生もだし多分親もなかなかそれを話せる人っていないと思うんですよ、うんうんうん、だからなんか漫然としてした子がして、うんまあ、吉谷さんみたいにこう7点取っちゃうことが、うん、出ちゃうし、うん、で逆になんかそれが社会的になんかダメなんだみたいな言われて、うん、あれみたいなこう、うんうん、怒るかなっていうのちょ結構僕も合わせるそうだなっていう、うんうん、でも小学教育はそうなのに企業が求めてるのは考えられる人みたいな矛盾ができちゃってるし、うんうんそれってどうなんだろうみたいな、うん、そのやっぱ教育のやり方っていうのはやっぱ見直しというか、だからその発想力だよね。もうだって人間なんだろうな、うん、もう記憶するもう時代が変わって記憶するのはもうパソコン、うん、そうですね、CPU 勝てないですよね。 それにいくら逆立ちしても勝てないわけじゃん、うん、だから人間が唯一できることっていうのは発想することしかできないから、うん、アイデアを出すことしかできないから、うん、じゃあアイデアを出すためのプロセスをもっとこう磨いていく、うんうんうん、例えばそのデバイスをどう使っていくのかとか、なんかその今あるものをもっとより良くみたいなっていうところでやっていかないと、ね、なんかダメなんじゃないか。なかなか難しいですよね、うんうんうん、だいぶ話したね。すごいですねコンテンツにしたらだいぶもう2時ぐらいだよね。はい、だいぶなんか1時間ぐらい喋ったね。喋りましたね。あ、でもライブの時からずっとライブからだから3時間ぐらい3時間ぐらいやばいっす3時間ぐらい喋った、ね、うん、喋りましたね。じゃあそろそろ終わりましょうか。はい、終わりました。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。